チス誰も知らない狩人ことイカレタコスケです。アイスボーンが来る、アイスボーンの強いモンスターたちが来る、今のままじゃ勝てない。というわけで、そこのあなた、とりあえず防御力上げてみないかい。前回前々ちょっと前の動画でもちょっとお話ししましたけども、防御スキルの効果がね、アイスボーンから変わります。おっと、もしネタバレというか、まあ、先のことをね、楽しみにして攻略情報等々見てない人は、ここでバックボタンを押してくれ。今回は、アイスボーンの情報、噛んだ。2、1、スタート。そう。防御スキルがね、変わるんですよ。これ防御7ついてんですけども、今防御力518。まあ、基本的に歴戦王防具もふんだんに使ってるし、基本は全部フル強化です。そこもね、加味した上で、火力もありません。そこも加味した上で、ご覧いただきたい。とりあえず生存に全振りになっております。ですね、防御力518あるわけですけども、防御7、防御スキルがレベル7あるとですね、アイスボーンからはこれに 1.1 倍の効果がつくんですね。そうするとだいたい500、780ぐらい。こうなると体験版でティガレックスやナルガクルガと戦っていた防御力とほぼほぼ一緒なんですよ。これに食事等も入れればもっと上げることもできるかもしれないですね。とりあえず、まあアイスボーンで戦う上で、まあナルガクルガ、ティガレックスは中盤でしょうから、それより前半に出てくるモンスター、ドスジャグラスとか、まあボルボロスとかそうかもしれないですね。そのあたりと、まあ気楽に戦えるであろう防御で、その辺と戦ってからね、武器防具作ってしまえばいいので、まずはね、そこら辺とノンストレス戦うための防御をご紹介いたしたい。というわけで、この装備しているこちら、まあ、ちょっと流熱機関式が一番ポピュラーで使いやすいかなということでね、この体験を選んでおります。耳栓の5石、クシャナベータ、ゾラマグガンマ、ゾラマグガンマ、クシャナガンマ、クシャナガンマと上から順になっております。で、これ天身の装備装備してますけども、ここは天身の装備じゃない方がいいような気がする。天身の装備も多分使えなくはないと思うんですけどね、ちょっとこれ不安が残る。というのも、天身の装備も弱体化するんですよ。で、効果がですね、敵の攻撃を受けるためにゲージが、あれは割合で減っていくのかな、割合で減っていく。その代わり効果時間は伸びると。なんでバカスカ食らいながら切っていくという戦術を取ってた人は、もしかすると天身の装備はあまり効果を得られないかもしれない。あとですね、この装備は先ほど言った通り火力がないので、あまり天身の装備は向きません。そこで不動。なんで不動が効果があるかというのは、まあ、今の防御力だ、488でマスターランクに行ったら、多分不動で緩和しても、まあ、言っちゃえば歴戦を、ネルギガンテ状態な感じでカチャンカチャンつって死んじゃうかなと思うんですが、まあ、とりあえず中盤と同じぐらいの防御力があれば、不動で防げる量も増えるのではないかなという予測から、この不動をおすすめいたしたい。で、火力がある、火力が欲しいからね、これね、達人の遠投とかもいいかもしれませんね。まあ、ちょっとその辺はね、さすがに本番になってみないと分かんないですけども、装飾品こちら、防御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 の7個ついてます。それ以外は耐震、体力、無撃、早食い、体力と、まあ、この辺はね、お好みでといったところです。無撃と耐震外して早食い2個つけてもいいしね、そしたらさらにいけますし、で、回避性能をね、もっと伸ばしてもいいし、これは武器によってご相談くださいといったところでございます。そして次に双剣、まあ、ちょっと私が使える武器ぐらいしかお教えできないので、ガード系はね、後ほどちょっとヘビーボーガンで少しだけお話ししますけども、まあ、こちらも防御7で、やっぱり火力もちょっと欲しいかなということで見切り7をつけてあります。これはまあ、見切り7をつけたのはね、どっちかっていうとカイザーによる炎王竜の武器による切れ味をね、キープしないと、さすがに時間もかかって切れ味もグイグイ下がるではちょっと困ったかなということで、ちょっとこの辺ね、火力寄りになっております。まあ、黄金の双剣飛来を使ってますね。やっぱりちょっと双剣は黄金シリーズが便利だな。それ以外の人はちょっと後々見てください。で、防御の5石をつけております。で、これ天身の装備つけてますけども、これどっちかな、不動と天身ね、火力とご相談。さあ、防具はカイザークラウンガンマ、ゾラマグナハイトガンマ、カイザーアームガンマ、キリンフープガンマ、カイザーグリーブガンマと。で、装飾品、
防御1、まあ、防御4つですね、とりあえず5石を抜いた。で、心眼競争、匠、体力、体力、匠、体力となってるんですが、ご注目いただきたいのは心眼術。やっぱりね、これはずっといろんなところコメントなんかでもね、教えてもらったことですけど、いや、まあ、切れ味ゲージが1段階上がるだろうと、何色になるか分かりませんけど、空色なのか、青色なのか、紫色なのか分かりませんけど、とりあえず1段上がると。それに対して、どれぐらいかな、どれぐらいか分かりませんけど、モンスターの硬さも多分上がるだろうと。全部全身が上がるわけじゃないと思うんですよ。柔らかいところは柔らかいところのまま。ただ、その柔らかいところのそばの部位が硬くなったりね、いやらしいお話でございます。それを、心眼によってちょっとね、緩和しておきたいところ。ワールドの双剣はね、乱舞打ってればいいって感じでもないからね。なんでちょっと心眼術を入れております。で、ランナーさんはやっぱり欲しいですね。で、体力増強3、幹7、防御7となっております。そして、助けてヘビーちゃん。私が、ワールドで一番お世話になったであろう、ガードヘビー。これはちょっとだけ簡単に作れるようにセッティングしてありますけども、まあでもね、最初思ったんです。ガード性能とガード強化があれば防御はいらないんじゃないかと、防御はなくてもいいんじゃないかと思ったんですけど、ナルガクルカとね、ティガレックスね、ガードヘビーだと戦いにくかったんですよ。っていうのもね、めくり攻撃ではないんですけど、なんだろうね、貫いて後ろからとか飛んで後ろからみたいな攻撃増えてた気がするんですよね。俺もしこれマスターランクになってからドスジャグラスとかにも増えてた場合、普通に苦戦しそうだし、まあそもそもね、防御しっかり上げてないと一発自己死はやっぱり怖いんで、これも防御7つけてます。でもまあとりあえず見ていただきたいのは鉄壁の5石、これですね。鉄壁の5石、ガードを使う人はぜひ作っといてください。やっぱりガード性能5はね、信用あります。で、ガイラーサルト族にしてますけど、別にこれ族じゃなくてもいいです。あくまで代表的な武器として族にしております。ただ、やっぱり狙撃榴弾ついてる武器の方が、使いやすいかもしれませんね。まあ、罠とかも今回から、強いモンスターで、まあ、今までは古竜だったんでね、強いモンスターが。罠あんまり効かなかったですけど、これからはね、罠効くようになってくるんで、まあ、狙撃榴弾じゃなくても機関榴弾でもいいかなと思うんですけどもね、まあ、とりあえずちょっとまあ族をモデルとしてご説明していこうと思います。まあ、装備から、竜王の石眼、バズルメイル、あ、ベータ、クシャナハトゥ、ガンマ、ダマスクコイル、ベータ、エンプレスグリーブ、ベータ。竜王の石眼ベータは来るんでしょうか。来るような気がしません。装飾品三段樹、防御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 、体力、強壁、無撃。もうこれまあ、ギリギリ、みっちみちですね。ただ、スキルは割と綺麗にまとまってますね。防御ならガード性能5、体力増強3、集中3、弱点特攻2、三段強化、ガード強化、無属性強化と。まあ、弱点特攻にはね、とりあえずね、まあ、言うたって火力は欲しい。特に、三段ヘビーの場合は、正面から打ち合うことが多いので、まあ、できればね、頭部を打っていきたいところ。そのためにも弱点特攻をちょっとつけております。そして、まあ、番外編なんですが、ちょっとね、ジルちゃんがね、ジルちゃん?この人がね、この人の防具が、まあ、ただ、エンシェントレーシェン倒す防具なんで、まあ、倒せない人がね、いる場合は厳しい話なんですが、まあちょっと聞いてくださいよ。回避性能、まあ防御をね、7積んで、回避性能5、体力増強3、属性解放2、体術、回避距離アップ、早食い、精霊の加護で技物までついてしまうと。この人の、このワンセット防具はね、強くなる気がしますね。というのもね、これも前に動画にしましたけども、双剣の場合だと、完全無敵モードになる、鬼人回避状態、連続鬼人回避は完全無敵モードになれると。で、天身の増位が、先ほど言った通り弱体化したじゃないですか。で、回避がね、だいぶ優遇されている、いくわけですよ。結果的に。天身の増位を装備したまま回避することができれば、天身の増位は、減りませんからね。
だそういう点でも非常に優遇される中、これはもう回避性能ごと回避距離アップがついていて体術もついていると、で何よりも属性解放が素でついていると、でこれ先ほど言った双剣のお話なんですけど、まあ、これはだからねちょっとおすすめというか知っといていただければと、もしエンシェントレーシェン倒していてマムはあんまりやってなかったりとかそういうことがあればと思うんですが、ガイラシリーズとかねほとんどまあ強い属性武器は解放じゃないですか。この彼女の装備であればそれが簡単に解放できちゃうわけですよ。で技物もついているわけですよ。まあ耳栓とかつけられないんで、今まではね転身もあるしと、無性能はすごいけどガチではないと、でとそもそもね火力に振った方がいいという流れだったんで、これはあまり表に出てこなかったんですけども、その防御に関して必要になってくる部分としてはだいぶいいもの持ってる。でちょっと私も頭しかフル強化今しなかったんですけども、頭で90なんですね。で他のところが70なんで今の状態にプラス80されます。そうすると516で防御の効果が 1.1 倍がつくことになるんで、だいたい560と、まあ、実戦でも耐えうる防御力を誇ることになるわけですね。でこれもうだって体力増強さんと早食いにもついてますから、まあ、もちろん方向とかね耐震はついてないんで、そこは回避するか総意にお頼み申すことになってしまいますけども、これね強いんでね、これちょっとねガードとかしない武器使う人でね、この彼女のことが好きな人はね今フル強化しどきではないかと。で当のゲラルトさん、弱点特攻がねちょっと手間がかかるようになってしまいました分、ゲラルトさんの方が弱体化したようにも見受けられますが、ただ見切りが強化されてますね。レベル1から 5% 上がるようになったんで、見切りで 10% 攻撃力や会心率が上がるようになってます。まあ、ゲラルトさんのスキルもあまり真似できないんですけども、これ防御7積んでますね。回復速度とゲラルトさんのスキル、なんだっけこれ、ウィッチャーの心得、2と4。これはまあ、真似できないですね。これを一緒につけるということは難しいキャラの防具となってますんで。まあ、一つ、見ていただきたいところがあるとすれば、割と器用貧乏にまとまっている。耳栓はつけられないけど、まあ、防御レベル7をつけた時点で、体力増強さん、弱点特攻さん、回復速度さん、ランナーさん、攻撃2、見切り2、ボマー2がついてるんですよ。この攻撃、見切り、ボマー2、あとランナー3、弱点特攻もそうか。この辺が割とつけようと思ってもね、つきにくかったりするところなんで、スキル何にもない人がちょっと火力欲しいなって思ったら、このゲラルト装備もあるかもしれないですね。装飾品が本当に何にもなかったら防御しかないとか、防御作れますからね一応ね。で匠の護石乗せてますけども、匠の護石を別の護石に乗せればまあ使えるようになります。まあ、これでねアイスボーン行ったら耳栓が絶対必須とか耐震が絶対必須ってなってくると苦しくなってきますけども、まあ、ちょっと目をつけておいてもいいかなと。先ほどの彼女もそうですけども、同じスキルを他の防具で再現するのが非常に難しいというか、多分できないのかな、できないと思うので、もしアイスボーン行って、いやどうしよう、現状の防具で火力を強化しないとアイスボーンの最初の防具ではちょっと防御だけで何ともならんぞみたいなね、ってことであれば、この防御レベル7付けのこのセット防具なんかもちょっと視野に頭に入れておくといいかもしれません。というわけでね、アイスボーンで作るといい感じの生存系防具ご紹介いたしました。それでは See you!